ここがチカちゃんの家よ。リコちゃん、チカちゃん、リコちゃん、ちょうどいいところに。今リコちゃんに会いに行こうと思ってたところなんだよ。私に何かあったの？うん、サマーフェスティバルの曲のことでね、新しいアイディアが。あれ、あなたは？もしかしてお客様？あ、失礼いたしました。ご予約はされてますか？チカちゃん、この子アクアに会いに東京から来てくれたんですって。え、アクアに？そうなの？わあ、嬉しいな。わざわざ私たちを訪ねてきてくれるなんて。いいよ、いっぱい話そう。入って入って。ここが私の部屋だよ。ただいま。おかえり。あ、リコちゃんにちゃんと会えたんだね。こんにちは。ヨウちゃんも来てたのね。リコちゃん、ちょうどうちの前に来ててすぐ会えたんだよ。よかったね。いや、実はチカちゃんが出ていた後、電話で呼んだ方が確実なんじゃないかなって思ったんだけど、チカちゃん携帯部屋に置いていっちゃったし。あれ、その子は？あ、この子はね、私たちに会いにわざわざ東京から来てくれたんだよ。お話ししようと思って部屋に呼んだの。よろしくね。っていうか、いいよ、そんなカチコチにならなくて。そうだよ、多分年も私たちとそんなに変わらないよね。高校生？同い年じゃん。じゃあ敬語なしで普通に喋ろうよ。ようこそ宇宙らへ。とりあえずおせんべいどうぞ。へえ、それではるばる宇宙らまで来てくれたんだね。大変だったでしょう、ここまで。そこまで言われるとすごく照れくさいというか気恥ずかしいわね。ねえねえ、あなたが通ってるっていう虹ヶ崎学園って、この前東京で開催されたスクールアイドルのイベントで優勝したこの学校だよね。知ってるよ。出場してた子みんなすっごく個性的で魅力的で、私ずっと最後まで目が離せなかったの。出てた子みんな面白かったよね。それに歌もダンスもハイレベルだったし。こう言ったら気を悪くするかもしれないけど、今までほとんど聞いたことがなかった学校だったから、まさに彗星のごとく現れたって感じだったわ。私たちの魅力、それは、はあ、なんだろう。アクアのいいところってこと？いや、単に長所というよりもっとこう人の心に訴える部分みたいな感じかしら。改めて考えてみると分かんないもんだね。多分私たちもそれを探してるんだと思う。最初はね、ミューズに憧れてスクールアイドルになったの。宝石みたいにキラッキラに輝いてて、私もああなりたいって思ったんだ。でもだからってミューズの真似をするのは違うって気づいた。じゃあ私たちらしく輝くにはどうすればいいのか、いつも考えてるの。
サマーフェスティバルへの参加もそれが理由なのよね。うん、地域を盛り上げたい気持ちはもちろんあるけど、他の誰とも違う私たちだけの輝きを見つけるヒントになるかもしれないねって。